こんばんは。こんばんは。携帯の充電ない。こんばんは。ちょっと今日は明日。カヌレ焼きたいんだけど生地作ってなかったんで今から作ります。生地レシピ見ないと分かんない。待って、バター常温戻さなくても大丈夫か。一応常温戻そう。カヌレはまだ作れないけど、生地12時間寝かせなきゃなんで、12時間以上。明日行きます。ちょっと待って、キネットバターを、そう、冷ます工程があるんだ。どうしよう。はい、か。とりあえず先にバター入れようか。バター 20g。バター 20g 測ります。20結構あるか。 20g ってまだ 3g だ。足りないです。切れないな。20g、よいしょ、よいしょ、買った、やっと半分だ。何作って、カヌレ。硬い。さっきも冷蔵庫入ってた。常温に戻しといた方がいいんだけど、まあいいや。73。
信止まった、ごめん、スクロールミスった。難しいな。あと1秒。21、いっか、 1g ぐらいやばいかな、もういいや、これでちょっと箱に戻そう。牛乳500かな。牛乳500。牛乳をちょっと待ってね。牛乳ついてくる。これ300までしか上がれない。2回入れないと。300まで入れちゃう。300。これで、あれ、充電がされてない。ここ、バターが溶けてふつふつなりかけるまでです。がいるんだよね。これ。洗おうか。
か。なかった。おはようございます。じゃあバター溶かす。これね、冷まさなきゃいけないんだよね。時間かかるな。つけよう。ちょっとうるさいかも、音。アイス作ってるけど生地だけ今日で完成しない。明日焼くから、明日焼くために今日作ってる。生地寝かせなきゃいけないからな。カヌレなんですけど、これカヌレは生地寝かせないとうまくいかないから。明日焼くしか、焼くしか終わった後に焼くんだよ生地。12時間以上寝かせなきゃいけないから、明日の朝はさすがにちょっと作る余裕がないから、お昼帰ってきて作ったらさ、焼けるのがめっちゃ遅い時間になってしまうから、今日生地作っておきます。明日帰ってきたから焼く。焼く配信はしない。めっちゃ時間かかるんだよね、焼くの。1時間以上焼くからほぼ焼いてるだけだから、すぐ完成しないからさ、焼き時間が長いから焼くのはやんない。できるのは明日。焼けプリンじゃないよ、カヌレですね。バター溶けたかな。これね、ふつふつなるまで。沸騰させたらダメなんで、沸騰直前ぐらいまで難しいんだけど、もうちょい。温度計使わないよ。温度計使わなくても大丈夫。温度計持ってないそもそも。見たらわかる。
後ね、もう一回やんなきゃいけないことあるんだよね。それを終わるかな、早く。これが終わったらそれやりたい。大丈夫そう。何が？なかなかふつふつしない。明日に多分4時起きかな。めっちゃ早い。4時起き。もうちょっと飲んでるかな。見てないと。お月曜。決まってる、着るやつ。メールに書いた。でもまだね、あのメールまだあの送られてない。あのなんていうの、時間設定した。10時過ぎぐらいに届くと。いい匂い。牛乳とバターだけどめっちゃいい匂いする。いい匂いする。放置冷まさないで、ボウルに砂糖たっぷり
強力粉だけど薄力粉でもいいから薄力粉入れて、混ぜてき、で卵うん60g からお好みで、でこれ倍の分量だから、100ちょっと甘めにしようか。絶対足りなくない？新しい砂糖出すかな。これ全然出てない。
で 100g か。135にしようかな。あ、137までになっちゃった。いいか。ちょっとこのなんか砂糖足すわ。どう考えても少ない。減ってる。あんま少なかったっけ。お菓子作ったか。だからか。ちょっと前に。口がちっちゃすぎてさ、私が開けた全然出ないんだよな。よいしょ。音めっちゃ使うからさ、料理でもお菓子でもいっぱい入れたい。ブラウニー作ったんだよ。その時にさ、めっちゃ入れた。そこだから少なくなっちゃった。オッケー。見てたやつどこ行ったっけ。あ、これか。
冷蔵庫にどういうこと乾燥する？でも粉類って冷蔵庫入れないとダメじゃない？虫が入っちゃう。他の冷蔵庫じゃない。充電が接触がおかしい。入れてん卵も入れる。薄力粉見えたか。粉のやつはね、冷蔵庫だね。入れる。ここで測ればよかったな。こっちだ。これさ、穴開いてるか怖いんだよね。こういうの使う用のボールじゃない、絶対に。そう、ボールはこれ2個使うんだけど、カヌレ作るとき。これとね、大きいボールしかない。大きいボールに最後入れておく。入れた時、泡立て器じゃないのに間違えちゃった。泡立て器にしよっか。いいや。溢れそうで怖いんだけど。
ょっと粉がまとまるまでは怖すぎる。よいしょ。とかの入れるタイミング。明日だな。ラム酒バニラオイルは寝かしておいて生地にだから。で、一応加えてこす。冷めたかな。では、ね、全然冷めてない。どうしようか。もうちょっと置こうかな。この生地作ったけど、これじゃまだダメなんだ。まずすぎちゃった。配信終わったら加えようかな。したらいい感じになりそう。まだね、あったかいんだよね、結構鍋触るってもあったかい。まだ全然冷めてない。一旦これ冷蔵庫に入れて、でこの生地はここで冷めるまで置こう。ラップだな。
旦ね、冷蔵庫にあった生地寝かせなきゃだから、これが冷めないと一緒に入れれないんだよ。この鍋に入ってるやつが見えないんだよ。これね、冷ますから。ダーン、次の作業しようかな。これね、やらなきゃいけないことがいっぱいあるな。これいらないかも。あとで洗い物しなきゃ。私、え、鍋かわいいでしょこれ。お母さんがくれたピンクの鍋。じゃあ、ちょっと携帯もこれに行こうかな、いつもの配信の場所に。以上。ちょっと待って、電気消そう。移動。生地はね、一回冷まさないと続きが作れないので、配信終わったらきっといい感じに冷めてるはず。ちょっと待って、充電器。あー、おー、ワイルバッテリー落ちた。まあいいや。終わるバッテリー、なんかいつも使ってたモバイルバッテリーがおかしくなっちゃってさ、充電が全然できないんだよね。コードがおかしくなってるかな。次のちょっとね、次やるのもね、ちょっとパソコンでね、作業を。次の YouTube の配信のサムネを作ります。ちょっともう配信でやっちゃおうと。サムネ作り途中まではね作ったんだよね、スマホで。前回のサムネスマホで作ったの、あれ。でもちょっとフォントがさ、あんまないから、スマホだと。私が使ってるやつ、どれだっけな、ちょっとパソコンで。画像、これどっから持ってきたらいいんだっけ。違うな、ここからじゃなくて、こっちか。ちょっと待ってね。表示されないんだけど、早く。あ、来た来た。これね、次の写真サムネもね、自分の顔の写真入れようと思っててすごいさ、私さ、フラッシュ焚いてさ撮るとさ、目がめっちゃ光るのね。
これさ、フラッシュ焚いて撮ってるやつだからちょっと目光ってるわ。まあ、いっか。なんかね、目が光っちゃうんだよね、フラッシュ焚いて。なんでか、なんでかわかんないんだけど。いつもなんだけど、これも光ってる。コントローラーが違う。少なくする、どういうこと？目が光るんだよ。目にハイライト塗ってないよ。目にハイライト塗るわけない。あ、目ってあれだよ、まぶたじゃなくって普通に目、黒目が光るんだよね。え、加工もあるんだけど、するとねめっちゃ変なのよ、浮くのよ。だからね、フラッシュ焚かない、フラッシュでフラッシュしないで撮るしかないんだけど、これはね、そう撮ってもらったらフラッシュだったっていう。でもまあいいやと思って、フラッシュダメなんだよね私、めっちゃ光っちゃって目が。あれ、色が変わった。急に色変わるじゃん。どうしたの？色が変になったんだけど、どういうこと？なんで？あ、結局本当。字が出るようになった。普通に白文字でしたのに。ん？なんかさ、急に変になった文字の。普通に白い文字だったのにさ、最初打ってた文字まではなんか急にさ、あの白の背景に黒の文字になるようになった。なんで？なんで？何も押してないんだけどな。リセット、いや変わんないな。なんかバグってる。なんだこれ。なんかバグってる。おかしいこれ。
そう、レイヤーの削除。もし打っても見えないんだけど。どういうバグ。もう一回見ますわ。ああ、オッケーオッケー。もらった。ねえ。分かった、これあれだ。そういうことね。え、分かった分かった。あの、ローマ字入力にしたら色が変わるんだ。なんで？なんでこのフォントがダメなのか。フォント変えれば。なんでか分かんないけど色が変わるんだけど、フォントがダメっぽいな。これだったらいけるか。いや変わるな。いや買いたくないんだけどな。いやーでもこれが可愛かったんだけどな。このほんと買える工場。ちょっとさ可愛いほんと探すね。いやこれが可愛いと思ってさお前入れたんだけど、このほんと。そういうことか。ひらがなが色が変わるっていう。かわいいフォント調べてさ前それでやったんだけど。え、何にしようかな。あ、これいいじゃん。このフォント。違うな、ちょっと待って。違うやつにしよう。あ、これひらがなしかできない。難しいな、これ英語あ書いてあるんだけどさ、ひらがな、カタカナ、これ全部いけるやつじゃないとね。英語の部分もあるから、私がサムネに入れようとしてるやつ。これはなんか画像が出てこないんで。あ、来た来た。いやこれじゃないな、画像の読み込みが遅い。なんで、出てこない。誰にしよう。これもいけるか。かわいいね、なんかかわいい。なんていう、本当がいっぱい載ってるサイトがあってさ、そこで見てるんだけど、画像がなんかこんな遅かったっけ前。今日なんかめっちゃ遅い。どれにしようかな。ちょっ
さ、画像が出てこないとさ、こういう本当っていう説明書きあるけどさ、わかんないじゃん。一番大事なのに出てこない。スペックが足りてないわけじゃないと思うんだよね。スペックは全然普通に使う分だったら十分すぎるぐらいあるんだけど、なんでだろう、出てこない、ね、いつもこんなことないのに。あ、間違って消しちゃった。最初のやつはひらがなとかカタカナしかない。なんかいっぱいありすぎてね、分かんなくなるんだよね。どれにしよう。かわいい、ほんとかわいくて読みやすいやつね。のやつもね、たかのひらがないけるんだけど変わるんだよね色が。どれだっけ、私が使ったやつだっけ。うん、色が変わる。ドットフォント。これになるかな。どれにしよう。画像が出てこない。あ、来た来た。どれだっけ、私が使ってるやつ。ゲームしてるんじゃないんです。 YouTube のサムネを作るため あのフォントを選んでる。両方いけるやつじゃないといけない。英数字とあのひらがなカタカナ両方というか全部かいけるやつじゃないと。途中でなんかさ、フォント変わるの嫌じゃん。どれにしよう。なんかね、あんま めっちゃぴったりくるものがない。これ英語いけないのか。これがいけるか。画像がなんか、これも可愛いけどちょっと字が細い。もう細すぎると見づらいからな。太くすることもできるけど、
ほんと探してる。遅いなんか今日めっちゃ。なんでこんな遅いんだろう。いつもこんな遅くないの。出てこない。これがなんか高な尖閣。半角英数字いけるね、これ。ちょっと画像が出てこないんだよ。英数字ひらがなカタカナ。英数字ひらがなカタカナ。ひらがなカタカナ。全角半角英数字いける。なんか画像。なんでこんな出てこないんだ。更新したらもっと少くなるかな。なんでこんな遅いの今日。配信ね1時間半ぐらいする。私何時に始めた配信。8時何分に始めた。50分ぐらい。52分か。1時間半じゃあ10時20分ぐらいにランキングかな。10時20分ぐらいだったらランキングです。それまでに終わらせたいんだけど、これをなんでこんな画像が出てこないわけ。最初見た時すぐ出てきたのに。このサイトが重いとかでもなさそうだしな。あ、更新したらすぐ出てきたんだけど、早く言ってよ早く言ってよ。すぐ出てきた最初からこうするべきだったわえ、何にしよう。ほんと可愛い。ほんとめっちゃあるんだけど、これもひらがなカタカナ漢字。あ、でも、え、でもこれ英語もなってる。一回入れてみるか。これどうやって入れるの。ダウンロード、できた。できた。いけるのか。これで増えた。え、なんて名前のやつだったっけ。どこに行ったなんかもうほんとありすぎてさ、わかんないんだよな。どれだろう。これ ABC 順か。 ABC で
ってなってたな、最初の文字。え？J なんかないんだけど。あ、あった J。え、いやでもこれ。絶対これじゃない。どこ？ダウンロードしたはずなんだけど。わかんない。あ、タワー。あ、ごめんごめんごめん。風富人さん、ゴーストクマタワーありがとうございます。ゴーストクマタワーありがとうございます。ありがとう。ごめん。紙。本当はダウンロードしたけどさ、本当ありすぎてどこにある？最初から入ってるやつも多いからさ、どこにあるかわかんないんだけど。10月27日。風と。風富人さん、ゴーストクマタワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。今日もありがとうございます。ありがとう。後ろのクマさんやった。何、私じゃないってこと？ありがとう。ありがとうございます。メール届いた？配信前に送ったのよ。もう見つからない。どこ行ったんだよさっきの。ほんと、いやこれじゃない気がするんだよな。ちょっともう一回 T T うん、はね、全然見つかんない。どこ行ったの。なんて書いてあったっけ。難しいな。ちょっと一回設定のとこから見れるよね。どこだっけ、個人用設定。どっから、どうやって見るんだっけ。なんか前回見たんだけど、あと本当どれだっけ。どこ。前回のさ、さっき使ってた本当のどこにあるかわかんない。これ全部って言われる。うん、難しいな。
に入るんだけど、どこにあるか分かんない。前もねここにあったんだけど、前の本当も消えた。消えた。前もなんかこんな風になったんだよね。なくって本当はなんかどうにかしたら出てきたんだよね。でもどうやったか覚えてない。一番大事だよ。どうにかしたら出てきたんだけど、どうやったか覚えてないんだよな。表示にしてることないし。これじゃないんだよな。これか。あーこれだ。できた。3回。本当増えてたら、あ増えてる。どこに増えたの？ちょっとありすぎて分かんないんだけど、私が入れたやつ。ありすぎて分かんない。どれ？私がさっき言った。ん？でもね、確実に1個増えてるの。1個増えてるんだけど、どれか分かんない。そんな分からないよね。ほんと入れたっけ。そんな普通のやつじゃない気がするんだけど、ちょっと可愛いやつな気がする。なんでこんな分かんないの。英語で表示されてたら分かんない。インストールできてると思うんだけど、設定で検索で、あったあった。もう英語で表示されてるから分かんなかった。ひらがなだと可愛いんだよね。これだ、これだ。どこ？どこにあるか分かんない。タグをつける、タグつけてないから検索できないの。検索できない。どれだ。難しい。どれかわかんない。入ってる、そもそも。更新したらいいのか。
これでなかったらもうわかんないよ。うん、ジェジェ、あったあった、これだ。やっと出てきた、やっと文字が打てる。ね、これも白になるんだけど、なんで？え、こういうやつなのかな？ん？ちょっと待って、ひらがな、ひらがなにするじゃん。したらさ、背景が白になるんだよ。あ、戻った。え、押したら戻る。え、ちょっと待って。まあ、いや、新しいの入れたけど必要なかった、もしかして。ん、え、エンター押したら戻るんだけど。なんだ今の、私は何をしてたの今。今まで何にめっか、かわいいさ、あの可愛い本当探せたと思っとけば。え、私は何してた。本当にあんな探してたのにさ。あ、こじってるし。で、変化。うん。なんだ、白になるじゃん。どうしよっかな、これ文字の大きさ。間違えた、選択してないのに、ここ大きくしてもな。あ、けっけっけ、難しいんだよね、やり方が。どうなってるこれ。ずっとガチガチしてる。あ、キッケだ。あー、ダメだ、端っこから押してんのに。これもうちょっと置こうか。これはパソコンでするの大変。このぐらい、このぐらいか。え、なんか文字ちっちゃくない？文字ちっちゃくない？あ、これね、パソコンね、操作が大変。あ、違う、むずっ。自分が思ってるようにいかないんだけど。オッケーオッケー、大きくなった。このぐらい、ね、文字大きくないと見づらいから、もうちょっと開けた方が見やすい。どうしようかな。いや、もうちょい、縦伸ばしすぎたら文字可愛くないんだよね。こうだな。やっとなんかいい感じになってきたの。可愛い可愛い。うんうん。最初のね、あの本当探してたの何だったんだろう本当。本当に、あ、なんだっけ、
ローマ字普段あんたないやつわかんない、手にちっちゃいってどうやって打つの打ち方がわかんない。あ、もう変換で出てくるわ。いいわこれで。え、なんか待って、なんか文字がめっちゃ変なんだけど、どうしたこれ。もう一回打ち直そう。 THI か。普段使わないから。なんでだ、なんか変換すると漢字だから。いいか、じゃあもういいや。いや、それカタカナの主張が強いんだけど、漢字より。なんでこの本当は仕方ないのかな。カタカナの方が主張が強いんだけどさ、よいしょ、こんぐらいでいいか。なんかカタカナ主張が強いな、なんでだろう。なんかカタカナの方がちょっとでかい。同じサイズ感かと思った。あれか、あれだ、わかった。あのね、漢字さ、1文字しか、このわかった、あのね、このフォントが反応してない、後の字反応してないな。これ変えた方がいいかも、ほんと結局。反応しないな。どうしよう。でも買いたくないな。フォント変える？ 2 個使う？漢字が反応しないわ。1文字しか反応しなかった。漢字何文字か使って、なんかさ、1個だけ変な感じするなと思ってたら反応してなかったわ。ダメだ、これでいっか。じゃあちょっと、もうちょっと字を大きくしよう。ちっちゃくなっちゃった、ほんと変えたら。ちょっと大きすぎか。あ、いいんじゃない。なんかパソコンで見ると字の大きさがどのぐらいがいいかわかんないな。もうちょっと大きくする。むずい。どのぐらいの大きさがいいのか。もうちょい下がいい。よいしょ。どうだ？もうちょいこれが。この辺か。あ、いいんじゃない。もうちょい下だな。むずい。いい。でもちょっとシンプルすぎるから文字しかない。そろそろ時間？ちょっと待ってどうしよう。なんか、あ、前に作ったさ、あれがあるわ。もうちょっと待ってそれか。どうやって入れるんだっけ、画像。レ
ヤーとして開く、これか、あ違うな、これか、これ一気に消えたら悲しすぎるんだけど。メラル私どこやったっけ、前の画像どこかわかんないんだよな最近。あ、これか、オッケーオッケー、あーオッケー、入った入った、あ、いいじゃん、ちょっとこれで、あとちょっとだけやろう、配信終わってもうちょっとで完成する。バナーに使ったさ、あのクマとクモをさ、ちょっと文字だけじゃシンプルすぎるから足そう。いい感じだ。で、そろそろランキング読もうかな。明日は早いし。13位からランキング読みます。13位、本くなるマットマーク。京香織さん、ありがとうございます。12位、まぼろいさん、ありがとうございます。11位、ゆじゃとマーク。今日だけをずっと愛してるさん、ありがとうございます。順位、カザットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。9位、ニャンホソさん、ありがとうございます。8位、大野貴文さん、ありがとうございます。7位、ニャオコさん、ありがとうございます。6位、ファンタクレープさん、ありがとうございます。5位、フロマンさん、ありがとうございます。4位、ラボーナさん、ありがとうございます。3位、グランチャットマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。そしてじゃない、まだ1位じゃない、2位、オーマサットマーク、015さん、ありがとうございます。で、1位が風とみとさん、ありがとうございます。ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか髪がうそうそ、じゃあそろそろ終わろうかな、明日早いし明日めっちゃ早起き、多分4時ぐらいに起きます。明日朝一部からなんで、握手会が来る方は一緒に早く頑張りましょう早く頑張りましょう。明日の配信は帰ってきてから、明日も今日ぐらいの時間でするかな、今日より早くできればとは思ってるけど、かなり焼いたりするから、それが終わる時間による、今日ぐらいのつもりでいるけどって感じかな。じゃあそろそろ終わろうかな、ちょっと YouTube のこのサムネの続きやってくる。あさっても朝早いよ、あさってもだって握手会だもん、一部からだから、だから今日と同じぐらいである、明日も。じゃあそろそろ終わろうかな。じゃあありがとうございました、また明日の配信で、で握手会来る方は握手会で。じゃあありがとうございました、おやすみなさい、バイバイ、また明日おやすみ、バイバイ、ありがとうございました、またね。